どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですね、ヒルトンハワイアンビレッジホテルのね、ホームの中にいるわけなんですけども、本日はですね、こちらに一泊、ね、お世話になろうと思っております。今回ですね、ハフ月額制宿泊サービスのハフでね、このヒルトンハワイアンビレッジね、利用することができるようになりましたということで、ちょっとね、ずっと利用してみたかったんですよね。ということで今回ね、廃課金させていただいて、2400ぐらいね、このコインかかるんですけども、まあ、どういった感じでね、サービス受けられるのかっていうのをですね、見ていきたいなと思います。もうね、2時半ということで、まあチェックインできるのかな、ちょっとそこら辺もわからないですし、ステータス等々は多分使えないと思うんですけども、まあ、ひとまずねチェックインしていきたいなと思います。ということで早速行きましょう。いや、このヒルトンハワイアンビレッジは本当に村ですよね、はい、前回来た時フロントデスクが分かんなくて、フロントデスクを聞きましたから、ね、広すぎて、ね、どこだったかな、これの奥だったかな、ということでフロントデスク着きました。いや、相変わらずここのチェックインの並びはやばいですね。一応ね、プライオリティチェックインがこんな感じでありますね。皆さん使いましょう、はい、これ持ってるのと持ってないのね、ごぼう抜きできますんでね、はい、ということで待ちたいと思います。いや、これはありがたいですね。ということで2時半過ぎなんですけども、チェックインさせていただきました。今回2818ということでこちらになります。はい、結構広くないですか。ちょっと息子さんが映ってるんでちょっと隠させていただいてますけども、どうでしょうか。いいですね、はい、これは去年泊まったところと同じかな。ヒルトンホテルだと多分7万ポイントで多分宿泊できるのではないかと思いますね、はい、こんな感じになってます、はい、いいですね。ちゃんとバルコニーがあって、はい、オーシャンビューでちゃんと海も見れます。いやー、いいですね。いやー、いいな。で、反対側から見るとこんな感じです。ベッドもね、結構大きめのが2つあるんでいいんじゃないでしょうか。コンセント類はまあ昨年と一緒なんであれですけども、 USB ポート A があるだけですかね、はい、あとコンセントはここにありますね、はい、AC がそれだけですかね。あとはこっちですね、カフェ類、コーヒーと、あとこちらが冷蔵庫です。逆か、はい、いいですね。冷蔵庫があるのは本当にありがたいです。入ってないね。ではこちらがバスルームです、はい、どうでしょうか。まあ去年と一緒の感じでいいですね。ハワイのこれ多分ハワイ限定なんじゃないですかね、はい、ヒルトンですけども、このアメニティが採用されています。で、バスタブ、タオル等々あって、お手洗いですね。おー、ウォシュレットがついてますね、すごい。で、バスルームです。あ、結構深めでした。こんなだったかな、はい、いいですね。これはありがたいです。アメリカだとね、バスタブあっても低いのが多いんですけど、結構深めのバスタブです。で、カランと可動式のシャワー、いいですね。固定だけじゃないのがいいですね、はい、よいしょ。あとこちらがクローゼットです、よいしょ。で、こちらに金庫と、上に替えの枕かな、あとランドリーバッグとトートですね、はい、よいしょ、はい、こんな感じになっております。ステータス等々のね、お話をしたいと思いますけども、ちょっとね、あの息子も言いますんで、またちょっと時間を改めて取りたいと思います。おはようございます。ハワイ滞在2日目の朝です。ちょっと風が強いんでボーボー言ってるかもしれないですけど、どうでしょうか、この景色、まさにハワイですね。今息子に GoPro 落とさないでねって注意されました。これが人工の海ですね、ラグーンって呼ばれております。で、向かいにあるのが、これがラグーンタワーですね。で、私が泊まってるこのタワーがレインボータワー、ちょっと後でね、外観をお見せしたいと思いますけど、では今回ね、あのプール等々前回お見せできなかったんで、ちょっとプールの方ね、見ていきたいと思います。では散策行きましょう。では行きましょう。これが廊下です。本当にオールドハワイアンな感じのこのホテル内ですね。
大地くん、ボタン押してください。はい、いくよ。サリーでは、ここにね、売店があります。そんなにね、べらぼうに高くないんですよ。このコーラとかね、普通に 1.5 ドルで買えるし、オレオとかもね、ありますね、1.85 ドル。この缶とかね、 ABC ストアで買うより安いですね、ヒルトン内の。はい、でこっちに日本語デスクがあります。まあ、ツアーとかアクティビティとかね、あのデスクで聞けます。ポテトチップ、ポテトチップもあるね、安いね、 1.25 ドル。では こっちにもね、なんか座れるような場所があって、ビーチはこっちです。でエレベーターの目の前にもうプールですね。これが、あ、プール名がちょっと書いてないな。こちらは、レインボータワーの目の前のプールですね。はい、結構ね、奥に大きめのプールがあって、手前にね、小さいプールもあるんで、お子様連れとかこういいですね。でちょっとね、遠目で見づらいかもしれないですけど、入り口は全部カードがないとね、プールには入れないようになってます。でこの階段を下がっていくと、こちらはヒルトンのプライベートビーチ。ここはね、滑っちゃうんでね、何回かトイレで転んでます。ここもね、鯉がいて綺麗なんですけど、柵とかないんでね、落ちないようにお子様注意してください。で至る所にね、このタオルサービスがあります。タオルのカードを渡すとタオルが2枚ねもらえます。でタオルを返すとカードが返ってくると。でこういったね、浮き輪とか、こういうビーチパラソルとかチェアとか、もちろん全部有料です。無料なのはタオルだけですね。でこちらがプライベートビーチ、こちらヒルトンの人しかいないビーチになってます。昨日はね、ここに、昨日はここでね、結構遊びました。一日遊んでもね、子供の体力はなくならないんで、本当にびっくりですよね。一瞬寝たらすぐ元気になりました。でこちらにね、アイスクリーム屋さんがあります。はい、結構美味しそうなね、あのアイスが、今はちょっとまだやってないですけど。でこちらがラグーンです。これがヒルトンの人工の海ですね。はい、海水ですけど人工の海です。お魚とかはね、見えるかな、よいしょ、あ、見えるかも。はい、お魚さんがね、見えるんですよ。あ、 GoPro にも映ってますね。はい、ずっとね、じっとしてると結構近くまで来たりして、あと GoPro とかね、うずめると近くまで見れるんで、その映像ちょっと見てください。どうぞ。はい、ということで、結構ね、 GoPro を埋めて見たりするとね、見れるんですけど、結構近くで見るとね、怖かったりしますね。でこちらはレインボータワーです。私たちが宿泊してるのはここ、ヒルトンの予約サイトで撮るのもここです。一番あの安いポイントでね、レインボータワーで、あっちがラグーンタワーですね。そう、ここはね、レインボータワーっていう塔なんだよね。ちなみにこのレインボータワーはヒルトンポイントで取ると一番最安値で7万ポイントで一泊宿泊できます。まあ悪くないですよね、でこちらラグーンタワーです。こちらにもプールがあります。こちらもカードキーがないとね、入れないようになってます。ですんで、便利としてはヒルトンのアプリをね、あのハフで予約した場合でも入れといていただくと、スマホで開閉できますんで、おすすめです。ヒルトンのね、アプリでデジタルキーがね、設定できますんで、そうしといた方が、わざわざカードキーを持ち歩かなくていいんでね、その方が便利だと思います。
ではまず一つ目のプールです。こちらもね結構お子様多いですけども結構深いんでね気をつけてください。息子は本当に真ん中の方とは全然足つかなかったんで結構危ないです。でこれは冷たいプールでここにねジャグジーもあります。これはあったかいやつですね。でこっちにもプール、ここも深いところは深いんで特にお子様連れは気をつけてください。息子もね全然足つかなかったんでずっと浮き輪でした。一応ここはね浮き輪使っちゃいけないみたいなんですけどみんな使ってるんでね、今は使ってる人いないですけどもみんな使ってるんでね何とも言い難いところですね。でここもあったかいところで上にスライダーが見えると思うんですけどもスライダーが奥に1個で手前にね今お子様たちが並んでるところに1個ちっちゃいのがあります。でもう1個ね右上の方にもスライダーがあります。ですんで小学生のことがね多分ここ1日入れるんじゃないでしょうか。はい、こんな感じになってます。まあこのねスライダー自体は営業時間がね決まってるみたいでやってたりやってなかったりします。ね今日やってないね。では戻りましょう。でここら辺の椅子とかはね自由に使えるみたいなんですけどもまあ早い者勝ちなんでね、はい、早く来て取るかっていう感じです。では次のプールに行きましょう。でお手洗いがねこのタオルスランドの隣にお手洗いあります。でそこにね冷水機もありますんで水分補給はここでできます、ね、無料でお水が飲めるのは本当に最高ですね。ではちょっと移動します。では先ほどのビーチエリアに戻ってまいりました。これからねもう2つプールがあると思いますんで2つはあともう1個だったかな。はい、見ていきたいと思います。これがアリータワーですね。でこのねビルの1階にはスタバとかも入ってます。でここら辺にもねショップがずらり並んでます。まあ本当にヒルトンハワイアンビレッジは村ですんでね何でもあります。食べるところからお洋服からコンビニまで全部ありますんでね、もうここのホテルだけでホテル滞在を楽しむことも可能です。よく考えたらこっち側来たことないな、初めて来ましたね。で到着です。ここが最後のプールですね。ちょうどメインロビーの裏側にあるプールですね。はい、まあ、そんなにね大きくないですけどもあんまり日差しが入らなくてあれですね、のんびり過ごせますね。ではこんな感じになっております。では歩いて客室に戻りましょう。いや本当にねここはすごいですね、村感が。で逆にこのホテルの敷地から出るのにね時間がかかったりします。ということで今回ですねヒルトンハワイアンビレッジホテルですね、月額制宿泊サービスのハフでね予約して利用させていただきました。まあ、今回ねなぜここを利用したかっていうと、まあ、実際ねどういった感じで利用できるのかっていうのと、あとねハフで使ったところでリゾート料金みたいなのが請求されないのか、まあ、ここら辺もねちょっと気になっておりましたので、またねこの月額制宿泊サービスね今ね非常に人気があるサービスなわけなんですけども、まあ、ずっとね使ってるっていうのは結構お金がかかってしまうんですけども、まあ、こういったねご褒美的な感じで利用していただくのはねおすすめまではいかないんですけども、一つの選択肢としてはね、まあ、いいのではないのかななんていうふうに思いまして、今回ですね宿泊させていただきました。ぜひねコインを貯めていただいて、まあ、利用していただくね一つの選択肢として、覚えておくのもですねいいのではないのかなと思います。まあ、特にねリゾート料金なしでね利用することができますし、まあ、新しくねスタンダードプランね今9800円なんですけども、まあ、私のねツイッターチェックしている方はね見ていただいた方もねいらっしゃると思うんですけども、この夏にですねまたね新しいスタンダードプランみたいのが出るんですよね。まあ、それだとですね月2980円で宿泊日数の制限もなくね今後利用することができるっていう風になりますので、まあ、それだったらね今までよりですねもう少しお安くね利用できるのではないのかななんていう風に思いますので、こちらもねぜひ覚えておいていただきたいなと
思います。ということで今回ですねヒルトンハワイアンビレッジホテルですね一泊ね月額制宿泊サービスハフで利用させていただきました。非常にねこのホテル自体はですね子連れで一度ね来たいと思ってましたんで非常に良かったですね。ちょっとねひげ剃りを忘れてしまってひげぼうぼうで本当に申し訳ございません。またですねここのヒルトンのねハワイアンビレッジは毎週金曜日に花火があります。ちょっとね金曜日に今回狙って宿泊したんですけどもエレベーターがね壊れるトラブルがあって残念ながらですねいい位置で見ることができなかった。まあ見ることはできたんですけども撮影することができなかったんですよね。いやね本当にここはね心残りな点なんですけども、またね次回ということで毎週金曜日ですねこちらハワイでね、花火上がるっていう風になりますんでこちらもねぜひ覚えておいていただきたいなと思います。毎週金曜日の7時45分だったかな、はい。まあ、公式サイト等々にもね載ってると思いますし、まあ、気になる方はねチェックインデスクで聞いていただくのもね、いいのではないのかなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。